皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は山菜を使って五目ちらしを作っていきます。いただいた山菜を使って大好きな五目ちらしを作りました。はい、まず具材を細かくカットしました。食べやすく小さくします。たけのこと水煮れんこんとふきとわらび、それから油揚げです。今回はちくわがなかったのですが、ちくわも入れた方が美味しいです。山菜があまりないときは人参、ごぼう、ちくわで大丈夫です。はい、茹でてあるんですが、そこから炒めていきます。硬いものからやっていきます。具材を炒めたら料理酒、みりん、砂糖を入れます。お好みの量で少し濃いめに作ります。で、めんつゆ、醤油、だしを入れます。ご飯を混ぜるので味は濃いめに作ってください。味を調整して出来上がりです。ご飯、寿司の子、卵、刻み海苔を使います。寿司の子がなければ酢と砂糖でやってください。はい、ご飯に寿司の子を入れて寿司飯を作りました。そしたら先ほどの山菜を中に入れます。はい、入れたら混ぜます。混ぜ合わせたら甘くした卵と刻み海苔を上にかけます。紅生姜とかもあった方がいいですね。こんな感じで出来上がりです。すごく美味しくておすすめです。これは母の日におじいちゃんおばあちゃんのところに持っていきました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。